はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。クエストバトルは終わらせましたので、ドゥドゥの様子が気になりますけれども、ちょっとサクッと戦闘を、見ていきましょう。僕だって戦える。まあ、じゃあちょっとドゥドゥに会いに行きますか。はい、これもまあ支援イベントだよね。こいつとの会話はまあ申し訳ないけど、花を見に来ました。そうか、サクサクサクっと。先生、温室の花に水をあげる。助かる。一つだけ、一角には水をやらないでくれと。何の花？それはダスカーさんの花で。ダスカーの国がよくわかんないんだよね。詳しいのか？それなりには点点点しかない。お前には士官学校に入学したち、お前は。当然のことだ。そうか。てんてんてん。まだ何か話か？いや、話なんてない。話は終わった。お前と話すことなどない。では俺はあちらに水をまいてくる。話が弾まない。男と話を弾ませる必要はないからね。支援レベル C。 ただやる気が上がってくれるのはね、めちゃ助かる。あ、今回その授業の設定2回しかないね。ドゥドゥの誕生日です。何もしない。あんなやつのために時間を取ってる暇はない。お、見事なものだな。で、攻撃炉を塞ぐ族、これをクリアしましたね。モルフィスさんの種、施設、違う、商人、紙幣団、山賊たちとか、そんなものが騎士団として配置されるのか。で、課題出撃行っちゃいましょう。ゴーティエ家の、排敵された息子が英雄の遺産を盗み族を率いて暴れている。その討伐を依頼された教団は課題として生徒らを送ることを決める。ゴーティエ家、違う、ゴーティエ家督騒乱。先生、そろそろ見えてくる頃合いだ。クランの族が根城にしている廃島、正しい名をコナン島という。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの島は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。ええ、おっしゃる通りです。よくご存知ですね、ギルベルト殿。いえ、そのご冗談を。なあ先生、道中近くの村落の様子を見たか？賊に襲われたのだろう。ひどい有様だった。あれでは今年の冬は越せまい。もし彼らが今日生きる糧のために略奪を働いているなら、俺は彼らを責められない。だがあれは、あんなものは違う。あれは己の快楽のための略奪だ。たとえどんな理由があったとしても、あんな行いが許されてはならない。決して。あんな野郎のために怒るだけバカバカしい。労力の無駄ってもんですよ、殿下。シルヴァン、
遺産を盗み出した賊の頭は拝着されたとはいえお前の兄なのだろう。奴はもうゴーティエの人間じゃない。ただの太刀の悪い賊の頭目です。本当に後悔はないんだな。後悔だって本当今更勘弁してくださいよ。それにほらダメな兄貴の尻を拭ってやるのは弟の仕事ですから。そろそろ軍議を始めよう。この雨多分嵐が来る。急ぐぞ。なんか誰かしらがストーリーに絡んでくるね。さてじゃあちょっと身支度をしちゃいます。いらっしゃ。こちらですね、こちらですね。ありがとうございます。こちらですね、ありがとうございます。またのご覧。それじゃあ行きましょう。戦闘開始。配置は特に見てないや。敵将の撃破。賊の気配が濃くなってきました。そろそろ最上階なのでしょう。結構あっさり来たな。賊とはいえ相手には英雄の遺産がある。くれぐれも気を抜くなよ。俺に遠慮はいりませんよ。兄上の悪行も今日ここで終わりだ。よしか。あ、焦らず戦おう。ちなみにね、初級職に戻しました。やっぱりちょっとマスターして切り込むか。アビリティを手に入れたいんで。どうする。ちょっと配置ちゃんと決めておけばよかったな。はい、出ます。この戦士系をちょっと前線に出して後ろから魔術系と弓で援護していくっていう方向を取りたいんだけど、ちょ、ここが空いてしまった。まあいいや。また勝手に来るからな。あんまり待ちっていう戦法が取りづらいんだよね。ただ死んでもゲームオーバーとかにはさすがにならないんだろうけど。この女神の加護みたいなのやったじゃないですか。だから兵種の上がりがやっぱ早い。1だったのが2ずつ上がっていくんで、それはもうマジで助かる。ここは大丈夫だね。中敵の攻撃ヘイトみたいなのは意識しつつやっていきましょう。あれ後ろにいるやん。お頭が危ねえ。野郎ども急げ。ん、開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。背後なんてもこいつに任せりゃよくないか。誰だ。無事に勝てましたか。ここの適正レベルいくつだったっけ。どうする。あ、ゲーシカトしてるし。まあいいや、来たら
迎え撃とう。だこいつはシルバンがねやっぱりレベル低いんだよね、まだ。なのでこいつで倒しましょう。鉄槍、基本鉄槍で行きたい。おとと行きやがれ。おー、いいね。これが成長ってやつか。で前線にはまあやっぱり基本ピカミックスとディミトリーと、あとまあここら辺を出して、まあ万が一ちょっと後ろから来たらフェリックスを送り込みますか。メルセデスはねやっぱり回復薬としてちょっと取っておきたい。あいつ重装だからなんか遅くないか。どっち攻撃する、こっちか。ミスとかでもまあダメージ食らわないからね。いやどうする、援護に向かわせるか。あ、ここ宝箱、宝箱とくればちょっとアッシュの出番だからな。アッシュとじゃあドゥドゥを、なんか発音が変でしたけど、ドゥドゥを向かわせて一旦前線をここまで押し上げよう。いいよね、フェリックスも前に出よう。でシルバンもなんとなくイベント要因っぽくから、余裕だな。命中がめっちゃ低いな。当たれば倒せる。68でしょ。こいつ何なの。命中率重要だからね、かなり。さてじゃあドゥドゥこっち、あとはアッシュで、この魔法使いを、魔法使い所詮ゴロ付きなんだ。ミカミックスマジで強えかな。イングリッド鉄槍で倒せるか。2回攻撃できれば倒せる。負けられないのです。こいつ平均して上がってきて、めっちゃ上がった。7上がったんだけど、平均して上がってる。ちょっと一回前進、え、なんか狙われてる。あんまり見てなかったけど、よし前線ここまで押し上げて、あの二人が来るのも待たないといけないからね。てかマップ見てさ、やっぱり宝箱の配置とか見とくべきだった。来たか。あ、行って、なんか食らった。え、ダメージ食らった。いいか、弓を狙ってくるか。狙われるだけでも兵種経験点増えるからね。あいつなんか2歩くらいしか進めなくね。あ、押し出されてる。鉄斧のじゃダメか、鋼斧ので銃、戦技使ってもダメか。スマッシュ威力が高いのは魔物砕き、鋼2か。だってだったらまあ普通に攻撃をして、アッシュ13減らすのはかなりきつそうだな。10だったらいけるかな。動けない、マジか。そういうものか、戦技使う装撃、鋼でいく。ちなみに鉄は、あ、鉄でも倒せるか。命中55、めっちゃ低くなってるけど、あ、無理か。上上がった。ここ弓で狙ってくるんだな、どんどんこうやって回っていく感じか。宝箱はあそこの一つだけ、こっちの方とかないよね。よし、じゃあちょっともう前線は一気に行こう。なんか勝手に進むとかないのかな。最大値まで勝手に進んでいく。要は弓の猛攻を食らいながらちょっと行かなきゃいけないっていう感じだね。
どうしようかな。回復すると一応兵種経験点がもらえるからね。まあ、経験値はまあなんとかどっちでもいい。だから兵種マスターでね、メルセデスちゃんあとちょっとなんですよ。毎回回復してれば応援はね増えないからね。一応応援してみる。増えない。そう。定期的に来るんだね。この策にかける。タップですか。行って。よく食らうやつだ。なんでアッシュが食らうんだ。あそこまで届くってことか。準備か。こいつら一応こっちに来てんだ。ここは少し長くなりそうだね。移動が多い。街が通じないからな。進んでいかないと多分ボスまで届かない。っていうかメルセデスちゃん回復するの忘れた。まあいい。で、鉄尾の利権な。鉄尾のでこいつを倒そう。諦めろ。めんどくせえやつだったな。宝の鍵、こいつが持ってんので、動けないっしょ、どうせアッシュ。じゃあいいや、ドゥドゥに取りに行かせるか。甘い。神技か。あれは鉄の盾？盾みんな川の盾だからな。あまり重いの装備するとスピードが落ちるからね。神技か。なんて言ってんの？神技かみたいな。ちょっと角度変えよう。ちょっとディミトリがいけない。あの山賊の頭みたいなのは、そうか、槍って言ってたよね。なんだっけ、破壊の槍だっけ。なんか違うな忘れちゃった。なんかそんなような名前。破滅の槍だ。よし、開けよう宝箱。アーマーキラー。あー、なるほどね。持っておいて損はなさそうだよな。で、こんなとこからも来んの。出るぞ。あいつらを挟み撃ちにしてやれ。なんと、隠し部屋に賊が潜んでいたか。これ隠し部屋とかさ、なんかアイテムとかあったりしないのかな。ぬるい。神技か。ギルベルトとか聖教があんなことだよね。何日か起こる。毎回毎回。甘い。神技か。めんどくせえ。完全に足止めされてんだこいつ。これ。甘い。こら。神技か。甘い。なんか弱えな。いや死ぬことはないけどさ。こいつらどうしよっかな。いや来たら倒そう。まずミカミックス。ここ。基本やっぱ鉄拳で行きたい。鋼の剣とか。ちょっともったいないよね。個数があるから。鉄拳は永久に変えるからいいけど、鋼の剣もまあ多分いつかは永久に変えるようになるんだろうけど。よし、剣 C プラス魔物斬り。ディミトリー。鉄槍。さてシルバンで決めるか。20個は欲しいんだよね。戦闘開始と同時に。運がなかったな。どうする？後ろフェリックス送り込むか。攻撃できねえわ。メルセデスちゃんサンダー。サンダーで、いや届くな。もったいないからファイヤーにしよう。どうせゲッファイヤーだったら2回だ。回復の低いやつってさ、命中率が高くてかつスピードも速いから、なんかそっちの方が使いやすかったりもするんだよね。ウィンド1回8、シェイバーは3、アローは3で2回にはならないから、あ、倒した。心強いわ。なんか入れたりする？え、それはないか。なんか謎だな。気になるは気になる。
いや、ないな。わかんねえ。じゃ、ちょっとここら辺にしとこう。また敵が出てきても厄介だから。そっか、最初の配置で何の兵種の敵がいるか見て、あれこいつなんか強そうじゃねえ、ゴロつきでも弱かった。あ、出てきた、ほら狙われんな、これ剣士系を置いておいた方が良かったな。負けられんからな。こいつはもう完全に絶命だな。こっから来る敵をひたすら倒している。弓を食らいながら。神器か。ちょろちょろ動いてはこっち来る。あ、そうか、出てきただけだから。じゃあウィンドウ使って、こいつはずっとここで出てきた瞬間狙われるみたいな。で弓で倒す。意外にね、アッシュレベル低いんだよね。弓強いって言ってたけど、火力がちょっとなくなってきた今の段階だと。戦いなので、なかなかねとどめを刺せないんだよね。1とか2とか与えてもしょうがないからね。でメルセデスちゃん、ファイヤーでいけるっしょ。出てきたら燃やされる。仕方ないのよ。ただ魔法要員もちょっと連れてきたいんだよな。硬いやつが来たら魔法でやった方がいいんで、まあ、ミカミックスだったら大丈夫でしょう。無駄無駄。でディミトリー、倒せるやつをどんどん倒していく。あ、女性だった。勝負あったか。手応えを感じる。いいね、めっちゃ上がる。傷薬獲得で、フェリックスって攻撃できる？あ、いけんな。攻撃しよう、鉄拳。フェリックスも強い。次はまとめてかかってこい。傷薬、ここで多分少し停滞するから、その間に魔術師軍団をこっちへ持ってくるか。揺さぶりをかける。きたー、正当撃。これもうめちゃくちゃ低いよね。はい、せや、ぬるい顔になってるし。神器か。よし、今だ。当たってきて、これ当たってどうなる。うわー、どこまで当たってる。では左の方を掃討していくけど、こいつどうしよっかな。ゴロつき来るかな、ここで戦ってれば勝手に。まあ、まずは前衛部隊で勝たしていきますか。なるべくみんな攻撃したいからな、そういう配置でいこう。待って、あ、ここ行けない。え、確か動けねえんだ、あれを食らったから。14が2回一気に倒せんな。賞賛はあった。傷薬、なんかみんな傷薬持ってんね。ここちょっと裏に回り込んで攻撃しよう。あ、そうか、弓兵だから近接攻撃はなしか。お、兵種マスターまであと4。多分ここで兵種マスターできるな。では、あー、なるほどね、イングリッドも動けないのか。結構厄介だなあれ。鉄拳、うわ、硬っ。なるほど、見た感じ硬そうだ。これなんだ、アーマーナイトか、なんかアーマーナイトだね。だ、こういう勝手やつが来た時にやっぱ魔法とかで倒していきたい。鋼は残るか。鉄だと2回攻撃できるけど、戦技使うか。旋風槍倒せるね。ここで行こう。12。悪いが
諦めるこったな。傷薬、みんな傷薬だな。こいつもちょっと前に行こう。回復できるかな、リブロえ、助かります。ちょっと減ってる、ちょっとね。よし、マスター、修道士、これで魔力プラス2と引き寄せって何？なんかあんまり引き寄せたくないんだけど。で、アッシュもちょっと減ってるんだよね。まあ、間に合うかどうか分かんないけど、ドゥドゥもちゃんと動かしていこう。こいつ何なんだこいつ、マジで神器か。これでダーダー、よし、この壁役、完全壁役だな。どうする、こいつ倒しておきたいは倒しておきたいからな。下からいくか。16、14、12、フェリックス、イングリッド、フェアリーでも投げとく。あ、こいつ弓があったか。やっ、終わりよ。あ、倒した。残るかなって思ったけど。や、無事に勝てましたか。傷薬、やたら傷薬ばっかだな。ちょっと足並みを揃えるためにここの舞台はここで待機しよう。でアッシュも進んで、まあ、さすがにドゥドゥは待ってらんないからな。ちょっと一旦ここでターン終了。こっち来た。もう狙えないと判断したんだな。造影は永久に出てくるわけではなさそうだね。2回くらい排除すればもう現れない。まあそりゃそうか、こいつらの舞台も永遠にいるわけないからね。ちょっと弓になってるから真ん中にしよう。であいつをどうするかだよな。もうリブロ余裕でしょ。2回くらい残しとけば多分なんとかなる。よいしょ、助かる。ちょっとでも経験近すぎる。イエーイ、14レベル、15レベルか。2つしか上がらない。ままならないものね。そして D。 あれ、式ってどうやって上がっていくの。なんか今式が上がったけど、ドゥドゥ動かすのめんどくせえな。じゃあ、あそこのアーマーナイト的なやつはちょっとフェリックスを討伐に向かわせて、できれば魔法で援護をかけたい。で、前線は押し上げよう。ここの位置で、この前衛部隊でしょ。めちゃくちゃ狙われてるけどね。これ横から魔法打てないかな。弓と違って魔法は直線的だから壁を通過できないのかな。じゃあドゥドゥマジでめんどくせえな。一応動かしとこう、ちゃんと。来た、シーバー。ま、こんなもんだろ。 OK、 13レベル。男、こいつ弓か。この程度、あと弓兵ばっかり残ってる。いいね、兵種経験値が上がってるやつ超嬉しい。美味しい美味しい。反撃できないところから基本的に攻撃してくるからね、敵は。こいつなんかめちゃくちゃ強いとかそういうのないよね。ちょ、こいつくっついてこう。ウィンド1マスだったら反撃できないけど終わった。え、こいつすげえ。アネットちゃんめちゃくちゃ上手くなってきたみたい。クリティカル率高いな。見習わねばな。で、そうなんだよね、アッシュが若干やっぱり弱いんだよな。メルセデスちゃんで減らしてファイヤー倒せるね。サンダーとかは倒せるね。2回攻撃されちゃうとね、やっぱり倒せちゃうんだよね。リザイアとかだったら全部ダメだ。じゃあ
これは、いや無理だ、みんな火力が高すぎる。やっ、2回攻撃できるっていうのが本当強いよね。負けられないのです。だってこいつさ、攻撃しても絶対倒せないでしょ。鉄弓残るよね。鋼は、鋼なんて1回しか当たんねえし、で火力が上がるものがないんだよね。局者とかだってさ1回しか攻撃できないから、まあ諦めるか。それか1回攻撃して撃つ生かしておいて最後アッシュで決めるか。必殺3だし結構食らうんだけど、ちょっとレベル上がった。技が高いね。あと速さも速い。でちょっとライブで回復しよう。アッシュだいぶ減っちゃったな。それ助かるよ。でドゥドゥ、ハネット狙い、甘いだから。よしよしよし、え、これでさレベル上げ的なのもありだよね。ひたすら弓で食らい続けるっていう。ダネットちゃん後ろから援護しよう。応援かけとこう。じゃあアッシュで決めます。喜んでる暇はない。これ雑魚兵全員倒した。あっちまで行くのめんどくせえな。あいつはもう絶対動かないかな。なんか回復床のところにいるけど、あれあれ俺動いてる、あ動いてるわ。ドゥドゥめんどくせえ。いや動かさないもん。一斉突破機会ミス。どっちに行ったんだ。じゃあフェリックス鉄拳、いやー鋼は18、魔法はウィンド、どっちで倒そうか。アネット13、フェリックスもか。ちょっとフェリックスで先行くか。なんかある戦技、両弾、必殺が高い一撃、鉄拳。いやダメだ、2回攻撃した方がいいわ。24 18 12まで減らされるのか。まあいいや、必殺はゼロだし。この月のくせに火力が高い。やはりここは魔法でウィンド。めちゃくちゃ重い。アーマーないとやっぱり。2つ命中の指輪いいね。アクセサリーか、多分初アクセサリーじゃんこれ。さてじゃあ包囲したんでちょっとマイクラ見てみましょう。あなんか似てるね、シルバンに。髪型は似てるけど髪型だけだな。シルバンの髪型におっさん化しただけだな。破裂の槍、射程は戦技はなし、射程1だね。戦技が使えるわけではない。英雄の遺産ゴーティエの紋章、紋章一致で戦技レックを使用可能。紋章が一致してないんだなこいつは。ゴーティエの紋章とかあんのこいつ。どうやって見るんだっけ。あそうだよね、ゴーティエの小紋章、大紋章とかあんのかな。じゃあまず遠距離で攻撃していこう。ここ、鉄ゼロとか。こういうやつにね攻撃入らないからね。ちょっと待って、シルバン最初に上から攻撃を仕掛けるか。鋼で行こう。結構減るね、こっちも減るけど、まあいいや。何しに来やがった。もう
勲章持ちのお嬢さんがよ。破裂の槍取り返しに来たんだよ。尻を吹かされる俺の気持ちにもなってくれ。はっ、さっさと死ね。貴様さえいなけりゃ。そのセリフはもう聞き飽きたぞ。そろそろ黙ってもらおうか、兄上。ギャッ、おー、なんかそこそこ強い槍だね。え、回復したわけじゃないか。これでもさ、もうなんかメルセデスで決められそうだな。ディミトリー、ミカミックス、イングリッド、あえて誰かでってことはないんだけど、まあ、せっかくだからミカミックスで決めますか。天帝の剣使ってみる。一応倒せるね。戦技使うとな、破天だっけ。いや見たいけどな、ちょっと耐久度が低いからね。ちょっと最後だけこれ使おう。貴様らも俺から槍を奪おうってのか。殺してやる、全員ぶっ殺してやる。この状況下でやっぱり光ってる。兵士マスターまであと6か。ガキの分際でやるじゃないか。戦うの？黒き獣。あ、なんかだいぶ。おい、嘘だろ。あの化け物が兄上だってのか。あの姿は。お主、そやつのような相手と戦うのは初めてじゃな。わしの話を心して聞け。ヒットポイントストック。そやつは魔なる力を極に蓄えてる。人とは比べ物にならぬ生命力を持つのじゃ。一度と言わず二度三度と打ち倒す心持ちで挑まねば倒すことなどできまい。潜在スキル。追い詰めたとて油断はせぬことじゃ。命に陰りが見えた時こそそやつは厄介になる。障壁と混乱。あの障壁が見えるか。溢れる力をまとっておる。壊さねばそやつの命には届かぬぞ。有効な攻撃や計略を当てればより早く障壁を壊せよう。それに障壁を壊せば溢れる力が行き場を失いそやつは混乱するじゃろうな。立ち直るまでろくな反撃はできまい。まさに攻め時じゃな。アーマーブレイク。障壁を全て壊せばそやつは混乱するにとどまらずしばらく動けなくなるじゃろう。力を身にまとえず障壁も復活せぬようになる。さらにはそやつの身から何か得られるやもな。アーマーブレイクしろってこと。計略。強大な存在ゆえ人一人を恐れなどはせぬが騎士団ともなれば話は別じゃ。計略で攻撃すればそやつの気を引ける。うまく相手の狙いを誘ってやるがよい。猛撃。力をため始めたら警戒するのじゃ。そやつの渾身の一撃被害は一つところにとどまらぬ。
そやつに余力があれば障壁も復活しよう。気を抜く暇などないからのお主、計略で狙いをずらすか、攻撃の前に倒すか、何にせよよく考えて動くのじゃな。まあ、考える前にゴリ押ししよう。なぜ詳しい？今はわしの話よりそやつとの戦いじゃ。聞きたいことがないならとく戦え。よし、じゃあ行きますか。これが英雄の遺産の力なのか。こんなまがまがしい獣が、こうなってはもう終わらせてやるしかないか。よし、ちょっと進んでいこう。で、あ、ちょっと前線はやっぱり兵士系で固めて。注意してくださいよ。警戒しろ。で、ここら辺でいいかな。よし、ちょっとこれでいこう。シルバーとか減ったままだな。甘い。いいね。障壁を壊せってさ、どう壊すの？あ、勝手に攻撃しだした。2回食らうし、かわした。騎士団がなんかやってんね。ん？あとここ、ちょっとディミトリー後ろから行くか。じゃあ鉄槍 8-2。 鋼は10。ダメだ、やっぱり鉄槍で2回攻撃した方がいいや。今混乱してるってことだから。え、なんかもう向きがだいぶ変わってんな。これ壊れそうってことか。じゃあちょっと先にここを壊すか。戦技破天使使ってみる。じゃあ竜に有効、天帝の剣、ここああ超経験値手に入るんだけど。よし、一つ壊しました。あそこも壊したいな。ちょっとドゥドゥ弓に攻撃しよう。ここほら、8-2だったらまあまあダメージでしょ。全然わかんない、何も言わないし。あとあっちか、今混乱中。ちょっとこいつも弓で攻撃しよう。ここ基本的に遅いね、こいつ。2回攻撃できる。いいね、平均的にマジで上がっていくわ。シルバンパーちょっと遠距離攻撃できねえかな。手やりがあった、できた。ちょっと攻撃するか。なんだよこれ、悪い夢でも見てるみたいだな。あ、反撃してきた。で、アネットもうなんだかんだで、でも長距離に攻撃できないかな。戦技局射だと 1-2-3 で届かないから、狙撃で、ん？局射で届く？いや届かないよね。だから狙撃で鋼だな。ここ狙おう。75、頼むぞ。ミスとか外してんじゃねえよ。フェリックスちょっとヒットポイントがやばいんだよな。というわけでライブで回復しよう。悪く、障壁は全部壊したいからね、やっぱり。うおー、そうだ、なんかこんなのあった、破壊の茨マップ兵器的なやつか。
結構強い。あれ回復した障壁倒してくれてる。ギルベルト、これさ障壁全部壊すのかなり大変なんだけど復活するの一旦で、イングリッドは減ってないからさ、こっちに回り込めないんだよね。鉄弓で、まあここ。大丈夫、11くらいだったら。なんかなってんな。障壁が破壊される前になんか倒しちゃう気もするけど。まあいいや。ここはいい。攻撃の耐久力がいまいちわかんないんだよな。よし、技能マスター守備プラス2。壊した、あ、壊してあるね。シルバン今大丈夫か。これも多分ね反撃食らわないはず。食らわないね。ここの障壁倒そう。どうですか。よし、でここか。じゃあドゥドゥをちょっとこっちにやって、ドゥドゥはこっから弓で、この障壁を攻撃する。8だけか。ああ、あれだね。でここにフェリックスやって、フェリックス鉄拳でいいんじゃないか。9とか鋼は16。いや、なるべくさこの壁壊したいからね。あれ死んだ。まあいいや。で、あとここでしょ、人々は16。アネット10で、最後三上くんで倒そう。で、これでいける。3残るね。てか倒せるな。3だ、3残る。よし、これでいこう。命中率が低い、だいぶ相手。よし、ダークメタル5個。え、最後どうしよう。なんかアッシュで決めたい気がする。レベルが低いから、じゃあアッシュで決めよう。あがね、さらばだ。ははしまらん。うん、まあまあまあ。あれは体が崩れて中からマイクランと槍が。終わったか。槍を回収して引き上げよう。兄上、ステージクリア、 MVP、 イエーイ。仲間全員のやる気アップする。あ、そうなんだ。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃが、あの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。事の顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。
遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。わかりました。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしに、それを手にした愚昧で傲慢な者への。知っていたのか。自分もいつか紋章を持たぬ者が震えば、マイクランと同じ運命をたどることもあるでしょう。ですがあなたには天帝の剣を振るう資格がある。そう憂う必要はありません。槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。渡す渡さないって、まあ、最初は従順にちょっと従っておきますか。渡しましょう。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。謁見は済んだのか。お疲れ様先生。浮かない顔だ。少し考え事をしていただけだなあ先生。昔からファーガスでは遺産と紋章の有無が重要視されてきた。マイクランのように紋章を持たないために家督を継承できなかった者も珍しくはない。俺の叔父もそうだ。王の長子でありながら王位の継承権を得ることはできなかった。王家を含めて実血の紋章を継ぐ家はどこも同じようなものだが、中でもゴーティエ家は家督の継承に際して特に紋章の有無を重視する。なぜ重視している。彼らにとっては紋章の力が必要なものだからだ。王国の最北に領土を持つゴーティエ家は長きにわたり北方の民と戦ってきた。その当主には紋章の、そして遺産の力で強大な外敵から領民を守る責務がある。それが本来特権と引き換えに王国貴族が担ってきた役割だ。紋章がなくても強いものは強い。紋章の力で特権を得た。ある意味ではな。とはいえ能力の優劣は紋章の有無だけで測れるものじゃない。紋章がないからとマイクランを拝着したゴーティエ辺境博は間違っていると思う。だが長く続く慣習にはそれだけの理由があるものだ。仮にこの世の誰もが紋章を軽んじるようになればどうなると思う。紋章を継ぐ血はすぐに淘汰され、脅威に抗うための刃も錆びついてしまうだろう。長年繰り返されてきた議論だ。誰もが正しく誰もが間違っている。ディミトリーの考えは。紋章を持つ者も持たない者も互いの力を認め尊重し合うだけでいい。紋章だけじゃない。血筋も民族も信仰も主義や思想でさえも同じことが言える。一歩ずつ譲り合い認め合うだけでいい。それができるならの話だがな。どうしても認められない何かを誰もが持っている。俺もきっと先生も。何かを切り捨てることと受け入れること、どちらが簡単なんだろうな先生。さて難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて翌節の課題について伝えますが、大司教。慌ただしいな。セテス、どうしたというのです。フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか。いや知らん。そうか、
どこを探してもいないのだ。一体どこへ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。はい、というところで、じゃあ切りがいいので今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。